K1 公式 SNS では K1 の最新情報をはじめ、各 SNS でオリジナル動画やコンテンツを随時配信中。フォロー、友達登録してパソコン、スマホで K1 を楽しもう。さあ今戦いが始まります。いや中村さん、はい、2つの ISK 世界戦ですね、ラインナップされました。これは楽しみです。そうですね、特にあの前日計量と会見の時にトーマス選手がすごくやる気満々で、戦う気オーラをこう全身から出してたのがすごく印象的だったので、試合何度か映像で見たんですけど、かなりアグレッシブで前に出ていく選手なので、それをどう尾崎選手がさばいて戦うかっていうのが一つキーポイントになるんじゃないですかね。なるほど。いや強い左のインロー、そしてこの筋肉量が多いファイターですね。計量の結果だけ見ると少しトーマス選手の方がリミットより軽かったんですけど、こう実際並んでみると体のなんか芯の強さというか、なんか大きさはやっぱりトーマス選手感じさせますね。いや尾崎の方もですね、そのパンチも蹴りも強いと、ムエタイもうまい、自分にとって過去最強の相手でしょうというコメントがありました。パンチからローキック、トーマスです。なかなかガードも硬そうですね。そうですね、本当に まずはしっかりガードして、そこからどんどん自分の攻撃を返そうっていうのが今のトーマス選手だと思うんで、はい、尾崎選手もここはちょっとあれですよね、不用意に行かずに、慎重に試合を作っていきたいところですよね。尾崎といえばもちろんテコンドーベース、その華麗な蹴り足技があるんですけれども、その他にバックハンドブローもありますし、しっかりと攻撃を組み立てていくというイメージもありますよね。そうですね。ボディへ、さらに左ハイ。トーマス、このインローは尾崎あまり食らいたくないところでしょう。そうですね、やっぱ長丁場ですし、こういうダメージが残るような攻撃は、いけない方がいいとは思うんですけど、やっぱりちょっと攻撃が重いですね。そうですよね、はい、でまた顔面への攻撃、ボディ、さらにローキック、右アッパー、右ストレート、さらに左右のボディフック。いやすごい回転のパンチです。速いですね。そうですね、今のロープに詰めた時のラッシュはすごかったですね。手数が減りません、トーマス。しかもしっかりこうボディと顔面にパンチ散らしてたんで、はい、ただやみくもに打ってるわけじゃないので、これはちょっと厄介ですね。そして右ストレート、尾崎が蹴りで入っていったところ、逆に打ち返して押し返しました。今もフェイント気味に入ってくる、また緩急をつけますね。そうですね、やっぱりこうトーマス選手しっかり守るときは守って、出るときは出るっていう、そういう戦い方をしてますね、ここまでは。そしてコンビネーションがあります。ただ尾崎選手もパンチ受けながらも右のローキック返してるんで、はい、これをこうしっかりやって続けていけば5ラウンドの中でチャンスは出てくると思いますね。そうですね、そのローキックにもバリエーションがあります。ここで第1ラウンド終了。しかしこちら尾崎はもちろんそれを公言したんですけれども、トーマスサイドもそれは同じことなんですよね。フランスですでに ISK 王者、日本で世界戦を迎えるということになっています。さあ第2ラウンド、左のミドルキックから尾崎サイドキック気味に入ってきます。そこへ右蹴り上げるようにトーマスです。このラウンドは中村さん、はい、どのあたりを注目されているんですか。やっぱり尾崎選手がしっかり、僕はやっぱローキックで崩していくのが一番だと思いますね。はい、何か変わったポイントは尾崎ありますか。いや、まだそこまでは変わってないと思うので。バックスピンキック、ここでこの試合最初に繰り出しました。
まあ、ちょっとずつああいう回転系の技を入れながら、はい、こう崩していくのが大崎選手にとっては今は重要な戦い方かなと思いますね。ボディへの蹴りもある。もう一撃でも右のローを合わせるようにしましたトーマスです。この回転系の得意の技をいつ繰り出すのかというタイミングも大事なんでしょうね。そうですね、まあ、それを当てるためにもあの下の崩しとかあの両攻撃散らすことが大事ですからね。なるほど。間合いをしっかり取って左のパンチは青いグローブトーマス。そこに横蹴り。こういう攻撃が出てくると尾崎ペースになってきそうです。ちょっとずつやっぱり距離とか前が尾崎選手のものになってきてるんで。ああそうですか、はい、ちょっと1ラウンドほどこうラッシュが、効かなくなってますねトーマス選手の方が。今も飛び膝からパンチありましたけれども尾崎がかわす。でもその後のローキックは強いトーマス。プレッシャーをかける尾崎。しかしその後また押してきます。左から右にアッパーそしてローキック。当たったよというトーマスです。残り50秒を切った第2ラウンド振りついてはいけません。尾崎の鼻の上の部分赤く変色しています。今もパンチと見せてローキック。これよく考えられていますねトーマスの攻撃。まあ、本当にこうパワーだけじゃないですよね。あの今の右のローキック効いたんじゃないですかトーマス選手の方が。そうですか、はい、そこに尾崎がさらにローキック。ケージコールも巻き起こる。足を払うようにしていくトーマスのローキックです。尾崎が中心を取るパンチの応酬。一旦下がりました。しかしその間にもローキックで、ガンダムラこれはダウンです。いやダウンではないというアピールですけれども倒れましたね。そうですね、ちょっとのトーマス選手があのロー蹴ったところに、はい、あのバックブローがタイミングよく入りましたね。1ラウンドからロー蹴ってそれで距離を取りながら結構トーマス選手がガンガン前に出てくるんで、まあ、そこはこうバックボードで本当に狙い通りの一発だったんじゃないですかね。尾崎は大きなポイントを奪っています。さあそして大事なのはここからです。そうですね、まあ、のトーマス選手の方があのダメージは多分ないと思うんで、はい、逆にここからどんどん前に出てくるかもしれないですからね。そうですよね、はい、もう一つダウンを取られたという頭は確実にありますからね、はい、右の尾崎の体が足がちょっと流れるようになります。まあ、尾崎選手のローもあの的確に当たって効いてたんですけどちょっとトーマス選手のローの方もパワフルで、はい、結構尾崎選手の体が流れてますよね、はい、今はバックスピンキック。尾崎は自分の局面にしようとするんですがパンチこの圧力もだいぶ強い青いグローブトーマスです。そしてまた一旦距離を取ってこの後いい距離にしてくるんですよね。ちょっとトーマス選手の方が尾崎選手にローを蹴らせてそこにパンチで距離詰めようとしてますね。バックブロー尾崎はちょっと今でも左フック効きましたね。パンチが顔面に当たる。なんとか肘も使ってブロックしている尾崎。もう一発バックブローですがそこに蹴りを合わせる。前進してくるトーマス。今はバックブローも見切ったか。見切ってその後右の蹴り強力です。まあ、ちょっとあんまりこう回転系の技に頼ってしまうと相手も慣れてしまいますからね、はい、一旦ちょっとまたここは使うタイミングを考えてもいいんじゃないですかね。そうですね、乱発という形にだけはしたくないですよね、はいはい、そしてもうトーマスがこのクレバーなファイターだということも分かりました、はい、これ判断力も相当ありますからね。残り1分を切っています。中盤の第3ラウンド第2ラウンドに尾崎はダウンを奪いましたが
強力な攻撃があるトーマス。バックブロー、これもどうやら分かっているようです。逆にバックブローを返しています。いや気持ちが強いですね。負けん気が見えます。そして必ずローキックなんですよね、はい、右ローです。お膝を見せてパンチからインロー、パンチが交錯する、ともに左バックスピンキック、これはスウェーバックでかわします。何かこう尾崎の動きをこう分析しているようにも見えますね、はい、トーマス冷静です。やっぱりこう距離が詰まった時のパンチの回転はトーマス選手の方が速いですね。飛び膝、ともに飛び技、回転技、バックブロー、再びトーマス、だいぶ近くなっている。ここで第3ラウンド終了です。試合は終盤に入ります。 ISK 世界スーパーライト級王座決定戦です。 63kg 級の戦いです。さあ尾崎、第2ラウンドにダウンを奪っていますが盛り返した。第3ラウンドのトーマス、ここも左アッパー、パンチが強い、そしてローキックも速い、これです。まあ、なんかこうどれもフルパワーで打ってるんで、なんかやっぱり疲れそうな気もするんですけどね、やっぱそれでもこう前に出て手数が出続けるのが外国人選手ならではというか、やっぱりこう持って生まれたあの装備がやっぱり日本人選手と違いますよね。それを見せてこの第4ラウンド序盤、動きは変わらないぞというところでしょう、トーマス。まあ、逆に言うとこういう選手に勝つか勝たないかっていうのはこう世界をプロが捉えないか の、あの壁にもなってくると思うので、はい、そうですね、今後を見据えるという上でも大事な試合、勝たなければいけません尾崎。まあ、パンチからローキック、連携がいいトーマス、まだしっかりガードしています。これもよく見ていますね。右のは尾崎、返すトーマス、もう一発、まあ、尾崎選手がやっぱ単発ならずに今みたいにこう蹴りをミドルとローにあの打ち分けたり、はい、ちょっといろいろと切り崩したいですよね。そうですよね、はい、であの独特のあのかかとをですね、足の裏に当て込むような、はいはい、あの動きもあります。おー、バックブローはトーマスもあります。こういい意味でいやらしくいきたいですよね。そうですね、ちょっとやっぱ正攻法でいくとトーマス選手のこのパワフルな攻撃に押し負けてしまうんで、はい、でまた尾崎、あの以前話を聞いたこともあるんですけれども、ローキックは自分には絶対に効かないと、それでは倒れないと、はい、そんなコメントがあったんですけれども、おお、バックスピンはこれはかかとのあたりが当たっていたように見えたんですけれども、本当にこうトーマス選手に来させてそこを狙うっていうのはあのいい狙いだと思うんですけどね、はい、あのなんと言いますか、その多少ですね食らってしまっても、はい、肉を切らせても骨を立てばいいんだと、はい、そんな風な戦いもあります。尾崎、あ、これは尾崎選手のパンチもあの、いいんで、はい、ここはちょっと前に出たいですね。バックスピンキック、はい、トーマスの動きが一瞬止まりましたよね。トーマス選手結構そのパンチは力あるんですけどガードも下がるんで、まあ、決してディフェンスがいい選手はないですからね。さあトーマスの動きが今前に出ましたけれども、尾崎が押し返すようにかかと落とし、拳、ローキック、バックブローも尾崎にこうするようなトーマス、まあ、ただもうこのラウンドしかないので、はい、まあ、ダウンは奪ってますけどポイント的には
かなり微妙なところだと思うんで、この辺り取らないとダメですよね、尾崎選手は。そうですね、はい、右ハイキック、トーマス。 ISKA 世界スーパーライト級王座決定戦です。日本の尾崎、自分の距離にしてくる右ローキック、さらに右ハイキック、それをパンチで追撃してくるトーマス。さあ回転系の技いかに生かしてくるかという尾崎、まだパンチは強力か。トーマス、まあ、しっかりブロックしてるんですけど、やっぱこう体圧とパンチの圧力で押されちゃいますよね、どうしても。ワードごとですね、まあ、再び尾崎コール、ケージコール、起こる、巻き起こる後楽園ホール。こうした打ち合いでも五分になると、トーマスさらに右ストレートから右フック、このバックブロー、あートーマスも警戒しているのが分かりますから、その後をものにしたいですね、はい、右の尾崎のパンチ、それからバックブローも相当警戒されているようです。まあ、だいぶあのトーマス選手のパンチも荒くなってきてるんで、こうクリーンヒットはここまでこのラウンドはないですけど、はい、やっぱ押し負けたく、押され負けたくないですよね、はい、そこなんですね。逆にトーマスはもうなんとか押していきたいところ、はい、もうこのままどん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 前に出ていって、やっぱ下がらせたいところですよね。いや、バックブローもやや軌道が上だったか。トーマス、そうですね、口を開いて呼吸するようになっています。苦しいのは同じでも、右ストレートは強力、ガードごと吹き飛ばそうとします。さあ残り1分を切りました。ここに全てをかけてもらいたい尾崎。左、尾崎選手はこれ左フックもいいんですけどね、はい、顎まで届くんですけれども、尾崎のパンチ、右ローを見せる、右ローを当てる、連打、トーマス、これも食らってしまう。もう時間を考えると、ここはやっぱり手数を増やして前に出ないと、ちょっと時間だけが過ぎていっちゃいますよね。そうですね、はい、残りは30秒です。バックスピンキック、いやこれはもう立っているのも尾崎つらい状態なんでしょう。崩れたところ、打ち合いはトーマスか、右ローから左のフック、左アッパー、ここは あまり無理はしないトーマスに対して、バックスピンキック尾崎、あと10秒、時計を見ました。尾崎バックブローを返すトーマス、ここもバックスピンキック最後に放ちましたが、体幹の強さを見せるような形となったトーマスです。いや、試合終了、これさ、勝敗は判定ですけれども、そうですね、まあ、ダウン取ってる、まあ、あのラウンドは尾崎選手が取ったと思うんですけど、まあ、その他のラウンドはやっぱりややトーマス選手の方が優勢だったので、どうでしょうね。ジャッジ友だけ48対47、青トーマス1ポイント差、トーマス。ジャッジ千葉48対47、青トーマス。2人目もトーマス、1ポイント差、判定3対0、世界スーパーライト級新王者はフランスのトーマス・アダマンド・ポウロスです。